もらっていいですか。いいよ。やった。スタジオではおとなしいイメージの竹本だが、楽屋では嬉しみの舞、嬉しみが深み。ありがとうございます。いるスーツ無理よ。そして突然謎のポーズでフレームインしてきては、松田どこでも絡む。松田と何やらナイフの差し合いコント。マネージャー、マネージャー。普通コントなのこれ。お前生きてたなと思う。ここにはな、ノリが入ってたんだよ。どういうこと。ゆい、尻もりうまそうやな。うまいです。尻なんですか。あ、よさそう。絶対腰だけ言う、上半身の琵琶湖。感じ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 。綺麗がいいね。続いては田村ほな。スタジオでは割とおっとりとしたイメージの田村ですが、みんなのこと漢字で書けんの。マジで。あ、でもゆいちゃんでもむずいような感じ。むずくね。ゆいのゆいにあれやろ、衣やろ、まさかの衣やもんな。いつもの衣で。大阪出身の田村、やはりノリの言葉もザ大阪。ここは飲んでみて。はい、いただきます。あ、スプーンもちゃんと持ってきたんで。はい、あれ。やっぱガンガン喋るな。美味しい。めっちゃ美味しい。しょうもないことでワイワイ。そしてちょっと何の調子なん。シュッ、ケアかけやろ。飲み物次に行かね。ケアかけの調子やんか。めっちゃ笑いがいっぱいよ。すごい。すみちゃん何言ったの。収録の笑い方やんの。スタッフの笑い声に突っ込まずにはいられない。マスピース、ご飯食べるときに走る。動画失敗されるのですか。知らなかった。すごいな、行ったで。爆笑かっさらってるやん。爆笑かっさらってるやん。井上里奈。隠すとかさ、あるよ、姫カットとか隠して。比較的口数が少なく、常に何かを口にしている井上。なんか食ってんか。これはめっちゃ食ってんの。はい、これでしょ。おいしい。はい、これ。おいしい。すると、お腹もいっぱいになって元気が出てきたのか。井上がつぼやで、昨日から。昨日から変じゃない、井上。井上。何あの子。だんだん行動が変になっていく。Everybody say Unicos. Put your hands up. Put your hands up. しかし、基本的には全く相手にされず。本当だ。そして帰り際には藤吉に向かって、お前は帰るのかどうするんだ、二択だ。謎のテンションで絡み出す。おとなしく帰ったかと思いきや、ねえねえ、プリン食べる人。え、あのとこやば。食べないの。本気で食べない。もらっていいの。いいよ。見かけによらず食い意地の張った井上でした。まあ、ちょっと後半も結構衝撃的だね。いやいや、面白かった。面白かったですね。うん、ああいうなんかやってんの、なんか途中ミニコントとかも。仲間だと思ってたら、うん、裏切られて。こう刺しても、うん、絶対何かが入ってて、うん、いつまでたっても死なない。いや、でも途中であのそこには海苔が入ってるみたいな、わけのわかんない設定。何やの。り、のりで防げる。あの、いつも違うんですよ、入ってるもの。それはもう本当12月年末の音楽番組の楽屋からずっとやってて。うん、そんなに長くやってんの。すごいな。もう春だよね。今なんかちょっと井上刺せばなんか入ってんじゃない。あ
リモコンが入ってたんだよ。リモコン。続いて田村、いつもそうなの、気になっちゃう外が。すごい笑うの大好きで、なんか例えばここで2人が笑ってたら何について笑ってるのかなって、めっちゃ笑ってるねってか言っちゃうタイプで。もう気になっちゃうんだ、話題が。一緒に笑いたいなって。何で笑ってたか。スタッフさんのこういう笑い声とかも気になるの、やっぱはぁはぁみたいな。無理して笑ってくれてるのかなあるよ、もうこれからよその番組みたいなあるよ、もうある。この辺座ってるあの AD さんとかでね、はい、全然井上はすごい食ってた。なんかお腹いっぱいになることがあんまりなくて。フードファイターと同じこと言う。あれこれやるか、長澤くん。長澤くん泣く企画。長澤くん食べるのとか見たことある？ あります。あれぐらいだったらどう？多分勝てる。勝てるって。負けない。外の様子を一人だけ気にしてるわけで、はあ、田村さんはこう目先のことにとらわれない広い視野の持ち主と言えるであろうと、はあ、まあ、自分なりの大きな目標があって先を考えて行動していく人だと。もしかしたら早くもですね、ソロというようなことも考えてるあれだけで、あの行動見てそこまで言います。先生合ってる？考えたこともないですね。考えたことないし、でも深層心理ではちょっとそういう計画も、そういうのがちょっと計画をもしかしたらという。